サボチャンネルをご覧いただきありがとうございます。12月19日、2021年ね、日曜日、おショップロンティアさんで無料の体験会やりますんで、気になる方はぜひご参加ください。体験会ですね、スティールチャレンジとラウンドアバートやります。というわけで、ね、撮影で、まあ何回ぐらい撮り直すんですかっていう質問で、この前、 大阪に5周年記念でね、ハイドアウトさんのイベントにお邪魔した時にもあった質問についてね、まあ、もう少し詳しくいただきたいと思います。これね、時期にもよるし、銃にもよるし、これからどうなるかわからないですね。時期によったらね、もう本当に一発撮りしかやらない感じでもあったんですよね。あの、ラウンドアバート、基本的に APS とか、あの、弾道を見るやつは、 まあでも弾道見るやつもね風があまりにもすごかったりとかちょっとブレたなっていうやつは何回も取ったりをしてるけど基本的には弾道とか APS カップとかあと、ね、30メートル先のコップ当てるとかあれはもうほぼほぼですねだから APS のあの何でしたっけ三角形さんね当てるやつとかあの辺ももうそのままでやってるので本当に当たるやつは一発で当たるし当たらないやつはね なこの前みたいにもう10発ぐらい撃っても当たらないっていう感じにはなりますよね。で、ランドアバウトはね、あのー、もう一発で安全速度で撃とうってやった時はちょっと遅かったんですけど、なんかでね、なんか、うん、なんか遅いですねみたいな話が、なんかコメントでいただいたのかな。あ、そうかと思って。まあ、ある程度早くするかっていうことで、とはいえね、例えばハイキャップとか一発撮りですよね。もう慣れてるから。 あとぎ、微妙なやつ、5m 届くのはやっとですねみたいなやつ、ギリであるじゃないですか。ああいうやつはね、何本か取ってる場合もありますが、それを一発撮りの時もあるし、まあ、基本的には一発撮りだけど、あと何回か打ってね、そのやつのタイムのいいやつ取ったりとかしてるしたりもするので、もうバラバラですね。もう場合によるとしか言えないですまあ、基本… やったとしても数回程度、ただ、銃によっては、まあ、あの <laughs> なんかサイトがね、なんか距離によってサイトを合わせないといけませんとか、なんかで、ね、ちょっとあんまり歯切れが悪いときは、これ何回かやってる可能性もありますね。はい、やっぱじっくり狙わないとあの、やっぱグルーピングが悪いとね、あのきっちり祖典出さないとあの当たってくれない場合とかあるんで、まあ、そういうのは。 ととかやったりしますすね、ねいうわけです、ねはいえー、と体験会ね。まあ、毎月たいやってますけど、えー、それで、あの、よかったら、えっ、ー、とですね、ブルーズアイとスティールチャレンジーラウンドアバウト。まあ、また別の動画で触れたりもしてるので、まあ、よかったらご参加いただければと思います。はい。まあ、で、あの、ブルーズアイ、あの、基本的に体験会なんで、見学は申し訳ないんですけど、なしで、その代わり、あの、 無料でね、ターゲット打っていただいて、サインそこに書かせていただいてるですとか、まあ一緒に写真撮ったりとかはできますんで、まあ数分ぐらいですぐ終わると思いますんで、まあよろしければよろしくお願いします。はい。というわけで、何回ぐらい撮り直すんですかっていうものについてね、簡単に紹介してみました。ご視聴ありがとうございました。